直近アップデートの新要素、カスタム照準器について触れます。開き方としてはオプション、洗車先頭の設定、そしてサイトセッティングスの順に進むと設定画面が開きます。簡潔に言うならデザイン、位置や色を変更することができます。サイトエディタに入ったら最初に国籍、ランク、車両の欄を確認し、変更したい対象の車両を選んでいるかチェック。最後の欄が全てなら表示されている国家とランク帯全ての車両に変更が反映されます。チェックが完了したら今度は画面右側のサイト設定の項目をいじりますが、その前に下の項目でそれぞれ背景、十字線照明、暗視モード、熱線映像装置の場合にどう見えるかプレビューできることを覚えておいてください。大きなカテゴリーとしては照準器を示すレティクル、距離測定の測距儀、手法の向きを表示するトレット、ズームした時に拡大される領域を示すフィールドビュー、装填と完了を示すガンレディの5項目あります。あとプリセットも。開いた時に見えるサブカテゴリーはそれぞれ以下の通りです。 Color、 文字通り色の変更。 With black light、 十字線照明で使う色が選べます。 NV、 暗視モードで使用する色を選択。 Anthropocite、熱線映像装置の時に選んだ色で表示されます。カスタマイズできる要素ごとに分けるとこのようになります。色、位置、フォント変更可能なグループ、測距儀、トレッドと装填時間がこれに該当します。測距儀だけ特別で、 BG と名前が付いているものは背景色を変更できるもの、色だけ変更可能なもの、フィールドビューと照準器本体です。位置だけ変更可能なもの、手法準備完了表示は緑で固定です。自動保存は現時点でなし、必ず左上から保存し、後から削除ができないため名前もちゃんと付けることです。私は登録、コメント、高評価お願いにしてみました。バグだと思いますが、カスタム照準器だと測距儀で測定した時に瞬時に手法の調整が行われること、標準の照準器では測定から完了までラグがあるためほぼ測定開始と同時に発砲できるようですが、おそらく修正されるでしょう。例えばプリセットでレオパルトを選択して全体像をガラッと変えた後に測距儀と装填完了、フォントの向きをいじるとします。順番はどうでもいいですが、このようにそれぞれの要素をドラッグして位置を決め、背景やフォントといった要素も変更します。ですがこれは通常時のサイト設定をしているので、暗視や熱線映像装置にもプレビューを切り替えてそれぞれの設定を忘れずに。前回のアプリ新機能概要動画のうちカスタム照準器のフォローアップ動画として紹介しました。他に知りたい要素があればコメントで埋め尽くしてください。このような感じで新要素をパッと短時間でまとめた動画の後に同じようにパッとわかるものが良ければ今後もこのスタイルを維持しようと思います。では英語版も作ってきます。